とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン8の攻略やっていこうと思います。まずは1階から10階です。4階、5階からショートカットもできるんだけども、ショートカットなしで行きます。では、1階から。まず1階ですけども、クリーパーが4体出てきます。まあ軽く処理していけば全く問題ないと思います。とにかくクリーパーから処理をするということですね。何回もやってるともう出てくる場所がわかると思うので余裕でしょう。残りはスケルトンが何体かいるだけなんで全然大丈夫ですね。はい、まあ、今のは爆発したんだけども、爆発させないように行きましょう。はい、では1階の報酬、ここで地雷を持っていきます。地雷がないと若干2階が辛くなるので地雷はおすすめです。まず一発シールドを破壊して、その後地雷に当てます。はい、この地雷があると本当に楽になるので絶対取るようにしてくださいね。で、敵がここ結構多めです。立ち位置を間違えると、一気に囲まれてしまうので、立ち位置を間違えないようにしてください。挟まれないようにしてね。敵が前後ろに挟まれるとどうしてもやられちゃうので、もう壁を背に戦うとかそういう風に立ち回ってください。まあ、今のはちょっとあんまりうまくいかなかったんだけども、まあ、地雷をうまく踏んでくれればもっと簡単に倒せると思いますよ。ではクリアです。次、ここでパワーシェイカー取っていきましょう。やっぱ序盤はね、この地雷とパワーシェイカーにだいぶ助けられます。あるなしじゃね全然違ってくるので、あ、逃げられた。地雷がね、こううまいことね発動してれば簡単に倒していけるんだけども、今のはうまいこと発動してなかったね。まあ、でも発動してもしなくてもここは余裕なんで大丈夫です。3回余裕クリアです。で、ここで、報酬何もなしですね。4階が若干難しめではありますけども、まあまあそんなに気をつけるところはないじゃないですよね。クリーパーが結構多めに湧いてくるので、こいつらだけ、注意して倒してれば何とでもなると思います。まあ、倒し方は地雷もしくはパワーシェイカーで処理していくといい感じになると思いますよ。はい、で物資箱、これは忘れず取るようにしてください。ショートカットしていくならば別に必要はないと思うんだけども、ショートカットなしでいくと結構ね、矢が必要になってきます。うん、まあ ほぼほぼいらないちゃいらないんだけどね。クリアするごとに矢が10本ずつ補充されていきます。なのでそこまで気をつけることもないんだけども、まあ一応取っておいてくださいね。うん、で今クリーパー処理めちゃくちゃ下手くそだったんだけども、まあ、全然下手くそでも倒していけるので大丈夫です。うん、4回クリアです。あんまりね前に出すぎると一気に敵が来るので、ちょっとずつ進むといいかもしれませんね。で、ここ報酬で乱射のクロスボウを持っていってください。で、エンチャントつけましょう。乱射のクロスボウに長弾入れてください。これを入れることによってだいぶ火力が上がります。で、ここもちょっと難しめです。敵が結構出るので、まあ矢を惜しげもなく使っていって大丈夫です。おお、え、なんでなんかクリーパーが重なってたのかな。なんか変な感じになりましたけども、多分今のはクリーパーが重なってたんだと思う。あんまりないけどな、ああいうこと。
多分2体重なっててちょっと倒せなかったのかな。はい、で5階、ここはこっちに物資箱あるので取っていってください。まあここも、うん、そんなに気をつけることは、ないんだけども、最初ねこっちの方にいると敵がブワーって湧きすぎてちょっと処理しにくくなるので、最初はねもうここで戦った方がいいです。まず地雷を出して、あとは矢でプス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 と、減らしていってみてください。そしてここの報酬です。なしで大丈夫ですね。でここ結構敵多めですけども、まあ地雷とパワーシェイカーをうまいこと使っていけば大丈夫ですね。ドンとこんな感じでうまいこと処理していってみてください。結構敵は多めだけども、ほとんど、あ、ほとんどか全部かな、うん、ゾンビと、まあ、クモも若干いるのか、こいつらを倒すだけなんで、まあ大丈夫でしょう。特に強い敵は出てきません。おしまい。お、矢が出てきた。前はねクリアするごとに矢が増えるっていうのがなかったけども、今回から矢が増えるので、まあそれは嬉しいです。はい、こう何もいりません。次7階です。ここも問題ないと思います。敵はスケルトンとゾンビだけかな、確かここは。なんでちょくちょく処理していくだけで簡単にいけると思います。余裕だね。ただここちょっとね、道が行きにくいとことかあるんで、やりにくいんだよな、やりにくいっていうか若干時間がかかって嫌な感じになるんですけども、まあまあ敵自体は弱いのでサクッと倒しちゃってください。あとお前らで終わりか、これで終わりか。よし、こういう敵がねなんか散らばってるところ結構嫌いです。そしてここ報酬森です。森を持って行ってください。結構今回の攻略は森の矢筒かなり使うので、絶対取るようにしてくださいね。まあ、このタワーでね森っていうのは相当使えるんでいいんだよね。でここクリーパー出てくるんだけども、まあ地雷と森を使ってうまいこと処理してみてください。終わりかな。あれ下に1体湧いてるか、ゾンビあたりが。この階段のところでクリーパーが3体ぐらいかな、3、4体湧いてくるんで、まあ、それは森を使えば簡単に倒せるのでね、やってみてください。はい、でここ何もいりません。両刃王の取りたいとこだけども、この次の次あたりで、防音クラブが出てきます。なので別にいりません。ここはね森の矢筒とパワーシェイカーさえあれば全然余裕で倒していけるんで大丈夫なんですよ。じゃあ終わりかな。敵少なめなんで別に近接攻撃はそんな必要はないです。あ、こっちじゃなかった、こっちか。ということでクリアですね。でここ何もいりません。でここ若干戦いにくいんだけども、もう矢とねパワーシェイカーをうまいこと使って処理していってください。敵が結構いるんだけども、まあ矢をねたくさん使って OK です。もう一回クリアするごとにどんどん補充されていくので、矢は惜しげもなく使っていってください。で長弾があるのでいろんな敵に跳ね返ってダメージを与えていきます。
相談はめちゃくちゃ役に立つよ。終わり。はい、では10回クリアです。でここでボーンクラブを取ってください。はい、ということで今日はタワーシーズン8、1回から10回までの攻略となってました。どうでしょうか。結構簡単だね。まあ、2回4回と結構難しいところもあるんだけども、慣れれば死ぬことはないっすかね。はい、ということで次は11回から20回までの攻略をやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。